橋谷さん、はい、残り7試合、はい、そして今日の一戦、はい、両チームの選手のモチベーションが高いことは分かるんですが、はい、何が一番のポイントになりそうですか。この人が石井です。ベテラン36歳、まあ、振り分け若いカカとコンビを組んでいます。チャスシュートへ、ナイスゴールが入った。見事に決めたのはやはり松尾、勝負強さ発揮。先制パンチは横浜 FC 松尾。指定する、まあ、徳島からすると、まあ、守備の準備が全く整わない間にボールを奪って、そして前に早く行きたい。安永からのパスをサウロミネイロ、サウロミネイロシュート。ミネイロがボールを受けてそのままのスピードで、そのまま右足ですね。あ、この差し込んだボールですね。はい、チャンスになりました。西谷です。そのシュートイン、これはブローダー戦、押し込んだ。ヘディングシュート決まっている。1点返します。フォワードがよくあそこにいましたね。まずこれ西谷のここから見てください。そうですね、ちょっと無回転気味だったんで、もうキャッチできなかったと思うんですよね。そこはちょっと注意したいですね。はい、ミネイロ決定機、シュートイン。今日ミネイロ2ゴール目、3対1。を受けて、まあ、シュートですね。このゴールキーパーに最初弾かれるかなと思いました。立って入りました。いい、ね、そのまま入れたボールは宮城から、ナイスゴール。で、ゴールキーパーとディフェンスラインの間へ速いクロス、逆サイドから一度溜めて、もう一回スピードアップ。入れたボールはヘディングシュート。これで試合は振り出しに戻りました。まあ、ここからが本当に横浜 FC 問われますね、はい、勝負だ。シュート、素晴らしい。高木左足、見事なミドルシュート決まって、4対3勝ち越し。なんという高木の素晴らしい左足。あ、落ち着いてますね。はい、さあチャンス、キーパーも出ている。渡辺狙った、大きな追加点。あのガブリエルのプレーですね。長いボールだけでヘディングで跳ね返すのかなと思ったんですけども、まあ、5点目は本来ディフェンスはもう跳ね返したいという意識は強いんですけどもね、はい、そして今タイムアップ。スタジアムに大きな拍手の輪が広がりました。